こんばんは、藤本博史です。前回のコメント読んでいきたいと思います。ブラリバさんからコメントいただきました。ありがとうございます。自分も BS 映らなくてプリキュア大投票を見れないです。けど去年ガンダム大投票が5月に BS で放送された後、8月に地上波で再放送されたので、プリキュア大投票も再放送されないかなと期待しています。マクロス大投票が5月に BS で放送されて、まだ地上波で再放送されてないから何とも言えないけど、とコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね、いよいよ近づいてきましたね、プリキュア大投票。 BS プレミアムっていうのはちょっとネックですけども、今このラジオ動画収録録音してるのが9月の10日、火曜日なんですけども、多分この動画上がってるのは木曜日なので9月の12日だと思うんですけど、その週の土曜日ですね。12が木曜日だから13、14ですね。9月の14日土曜日にいよいよプリキュア大投票近づいてまいりましたね。楽しみだ。いやー楽しみですね。前回のラジオ動画じゃないや、ちょっと前に上げたキュアパズ実況動画っていう動画があるんですけど、それの冒頭にはちょっと話したんですけど、プリキュア大投票のゲストの方々が発表されましたね。まあ、藤原原西さんだとか、あとカズレーザーさんだとか、あと声優さんも発表されて、まあ、キュアブラック、キュアホワイトの本名陽子さんとか、ゆかなさんとか、あとキュアマリンの声優さんと、あとキュアドリームの声優さんも出るっていうことでね、なんかいろいろ豪華なメンツになっておりますけども、個人的にね、キュアマリンとキュアドリームの声優さんが呼ばれたってことは、やっぱその2人はランキング上位なんだろうなっていうのは、なんとなく、まあなんとなくっつうか確定ですよね。ブラックホワイトの二人は、確定っつうか、まあ普通にランキングがどうであろうと呼ばれるんだろうなとは思ってたけど、その二人が来るってことはですよね。ドリーム1位なのかな？ドリーム1位、エリカ2位とかかな？どうだろうな、ちょっと難しいな。まあそういうね、シンキングタイムがすごい楽しいんですけども、まあ、いよいよ今週末ということで、楽しみにしていきましょう。ということで、今週も始めていきましょう。第13回ですね、始めていきましょう。改めまして、藤本博史です。このラジオ動画、ラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。基本的に大友っていうのはなかなかね、肩身が狭い存在ですから、基本的にプリキュアっていうのは女の子が見るためのもんですから、肩身が狭いっていうところがあるんですけども、それでもね、いろいろこう自分の思いとか情報を発信したいっていう気持ちがあると思いますので、それをね、この動画のコメント欄にて書き込んでいただいて、それを自分が紹介して、また自分自身、自分が思っていることも話していこうという動画、ラジオ動画、ラジオ番組でございます。ということで、コメント、前回のラジオ動画のコメント読んでいきましょう。スーパーヤンバルさんからコメントいただきました。ありがとうございます。高山みなみさんでパッと思いつくのは、あとは乱太郎ですかね。前回ですね、ダークプリキュアの声優さんは高山みなみさんっていう話をしたんですけども、まあ有名なのはコナンくんですね。名探偵コナンのコナンくんが有名なんですけども、そうですね、前回言わなかったんですけど、忍たま乱太郎の乱太郎も高山みなみさんですね。忍たま乱太郎も長いですよね。今でもね、新規エピソード普通にやってるしね。毎日ではないけど、最近はその再放送を結構対応してるみたいですけど、それでも定期的にね、新規エピソード入ってくるのはね、なんかいいよなっていうか、その終わらないコンテンツにしてるのはすごくいいなって思いますね。おじゃる丸とかもそうですしね、基本的に再放送だけど、たまに新規エピソードを織り交ぜてっていうね、最近の NHK アニメってそんな感じですよね。でも個人的にはそれすごくいいと思いますね。
ちなみに再放送は確か2ヶ月後ぐらいに地上波で再放送しますよ。多分、記憶が確かなら、かっこ笑いといただきましたね。そうですね、さっきのブラリバさんのコメントにもあったんですけど、地上波でプリキュア大投票、再放送するのかな。なんかね、ガンダム大投票、過去にやった時は再放送したらしいですもんね。そうですね、なんかもう最近のプリキュア界隈はね、もう大投票のことでなんかね持ちきりですよね。まあ当たり前なんだけどね、ここまでね大きいイベントっていうのは初めてなので楽しみだなはい、次のコメント読んでいきましょう。太田香織さんからコメントいただきましてありがとうございます。ラジオ動画うぽつです、ちなみに大投票ライブはリアタイ無理なのです、スイートの展開は私も好きなのです。前回ですね、スイートプリキュアの展開が、まあ、震災があった年って頃でなんかラストの展開が変更されたんじゃないかみたいな噂を聞いたみたいな話をしたんですけど、そうですね、スイートプリキュアの展開いいですよね。最終的にね、若いエンドでもないですけど、まあ敵をねコテンパンにやっつけるっていう感じの終わり方じゃないっていうのはすごくいいなと思いますね。まあ初期のね、ここぐらいまでだろうな、初代から、プリキュア555ぐらいまでかな、なんかこうもう慈悲もなく敵をコテンパンにやっつけるみたいなやり方も自分は嫌いではないですけど、最近のプリキュアはでもね、慈愛とか、慈愛っていうのはドキプリかな、なんかねこう愛にあふれた展開終わり方をするのも最近のプリキュアのいいところですよね。あとね、リアタイ無理という方もそうなんですよね。さっきのねブラリバさんのコメントにもありましたけど、そもそも家で BS が見れないっていう方も普通にいるし、あとね、夜9時、あれ9時からだったっけ、9時ぐらいから日付変わるぐらいまでやるんですもんね、3時間半。なかなかね、長丁場でね、予定ある方はなかなか難しいですよね。まあね、録画できる方は録画していただいて、あとね、録画してデータをもらえる方はそれで見るっていうのが一番いいのかなって思いますね。NHK だからね、今のプリキュア、スターティンクルプリキュアみたいに TVer とかで見逃し放送とかもやらないだろうし、難しいところですね。自分はリアルタイムで楽しみます、すいませんはい、かおりさんありがとうございました。藤本博の動画、はい、次のコメント読んでいきます。ヤンメイさんからコメントいただきました、いつもありがとうございます。藤本さんこんにちは、多様性確実に子供に伝えるべきテーマに据えてますよね。毎週の放送の中で繰り返し価値観を示すことで子供に空気感で伝えてるように思います。前回のね動画で言ってた話ですね。最近のプリキュアはそういう多様性みたいなのを推してるというか、子供に根付かせようとしてるんじゃないかみたいな話をしましたね。私もラジオからチャンネル登録させていただきましたよ。プリキュア息の長いコンテンツなので、これからもじわじわ確実に登録者が伸びていくんでしょうね。ちなみにこの息の長さを生かし過去作キャラを出す映画スタイルって斬新かつ独自のセールススタイルですね。我が子も視聴していないプリキュアを映画でいろいろ認知していますから、恐ろしく効果的な手法だと思いますとコメントいただきました、ありがとうございます。前回ですね、自分今ありがたいことにチャンネル登録者数が1600人ちょっといるんですけども、多分それのほとんどはキュアパズ実況からチャンネル登録していただいた方がほとんどだと思うんですけど、このねラジオ動画っていうのは個人的に作ってすごく楽しいので、ラジオ動画からチャンネル登録していただいた方っていうのはすごくありがたい存在なんですよね。なのでヤンメイさんはその一人ということで、いつもありがとうございますという感じなんですけども、そうですね、伸びていけばいいですね登録者、じわじわ、本当にじわじわなんですけどね。あとですね、
息の長さを生かし過去作キャラを出す映画スタイルって斬新かつ独自のセールススタイルですね、ということなんですけど、そうですね、なかなか他には類を見ないような映画とかもやってますもんね。まあ仮面ライダーとか、あとウルトラマンの映画とかでもそういうオールスター系の作品はあるけど、なんか毎年こう高齢化してやってるのはプリキュアぐらいなのかな。まあそれもね、お祭り感あって自分はとても好きなんですけど、それでね、でも確かに過去作を知らない子供たちが過去のプリキュアのことも詳しくなって、そこから過去作見始めたりすればね、商業的にもいいことですもんね。さすがにおもちゃとかは過去のやつは買わないだろうけど、その作品のね、まあ本編を見たくなったりとかして、まあ、DVD レンタルするなり配信サイトとかで見るなりすれば、それは利益につながるから、まあ確かにうまい商法だなって思いますね。まあプリティストア、東京とかね、首都圏にあるようなプリキュアの専門店なんかでも基本的にはオールスターのグッズが基本的にいいですもんね。その現行シリーズのさ、なんだろう、グッズっていうよりもオールスターのグッズっていうのが多分思うですもんね。まあね長く息の続く作品になってほしいですね。まあ常にね、常にってかすでにもう、長いことやってる作品だけど、これからね何十年もやってほしいですね。どうなんだろうなたまに不安になることもあるんですよね。いつまで続くんだろうみたいな。できるだけ長いこと続いてほしいですね。はい、ということでヤンメイさん、ありがとうございました。はい、最後のコメントですかね。今回ラジオ動画ちょっと短めになるかもしれないです、申し訳ない。ケンザキマコトさん、マコピーからコメントいただきましてありがとうございます。ウポツです、生放送については気長に待ってます。前回ですね、生放送しないんですかみたいなコメントいただきまして、まあちょっとね、需要に感じてくれる人は少ないんじゃないかということで、ちょっと今先延ばしにしてるんですけども、ありがとうございます。気長に待っていただければなと思います。自分語りになってしまうんですが、今年の夏池袋のスタプリのイベントでバイトしてました。おーすごい。僕はワークショップ内に配属されたのですが、コスモが一番人気でセレーネも人気がありました。それゆうは…点々点以下略。藤本さんはプリキュアの中で一番好きな追加選手は誰ですか、とコメントいただきました。ありがとうございます。すごいですね、スタプリのイベント行ったんですね。あの池袋サンシャインシティでやってるイベントにお客さんではなくスタッフとして出たということで、あれバイト募集してるんですね。どこで募集してるんだろう。バイトできるならしてみたいけどな、そういうの。すごいな。その中のワークショップですね。あの、グッズ販売のブースですね。に配属されたのですが、コスモが一番人気で、セレーネも人気がありました。そうですね。やっぱ追加戦士って人気あるよね。なんかどのシリーズでも追加戦士って一番人気になりがちらしいですよね。あとセレーネも人気がありましたということで、基本的にちっちゃい子ってお姉さんポジションのプリキュア好きになる傾向があるらしいんですよね。まあ今のスタプリだとセレーネとかはお姉さんキャラだと思うんですけど、なんかいつだったっけ、プリアラかな、キラキラプリキュアラモードっていう作品があるんですけど、その中でプリキュアが6人いるんですけど、追加戦士はまあ1人いるんですけど、もともといる5人のプリキュアの中でキュアマカロンっていうんですよ。まあまさしくお姉さんっていうよりはまあお姉様みたいなキャラクターなんですけど、そのね、キュアマカロン人気がちっちゃい子にとんでもなく人気があったらしいんですよね。プリキュアを扱ってる子供向けの雑誌ってあるんですけど、仲良しだったかな、確かだったと思うんですけど、そういうちっちゃい女の子向けの雑誌の表紙って基本的に迷子プリキュアが表紙飾るらしいんですけど、基本的には人気があるキャラクターって基本的にはピンクじゃないですか。主人公のピンクプリキュアがデカデカと乗るらしいんですけど、プリアラはねずっと
とキュアマカロンが大きくなったらしいんですよね。だから当時のキュアマカロン人気ってとんでもなかったんですよね。何が、小さい子の心を射抜くんでしょうね。まあ確かにキュアマカロンめちゃくちゃね、魅力的なキャラクターではあるけど、でもね、キュアカスタードだって可愛いし、キュアジェラートだってかっこいいし、キュアショコラだってね、めちゃくちゃかっこいいけど、でもキュアマカロンらしいんですよね、ちっちゃい子には。何が違うんだろうね。なんかこう、先輩感じゃないけど、自分たちが、例えば自分小学校の時って中学校の、先輩めちゃくちゃ大人に見えたけど、そう、でもそういう感じなのかな。でも、ひときわね、お姉さん感が出てたキュアマカロンはすごい人気あったんですよね。何が違ったんだろうなっていう感じでね。まあセレーネもそういう理由で今人気あんのかなって思いますね。まあ追加戦士ってのでコスモは一番人気なんでしょうね。でもあと、ソレイユは、てんてんてんってあるけどね。そうなんですよね。キュアソレイユね。あんまり大きな声で言えないけど、キュアソレイユ、ね、あんまり人気ないんですよね。自分めちゃくちゃ好きなんですけど。いや、この動画見てくれてるっていうか、このラジオ動画聞いてくれてる方は、基本的に、まあ、大きなお友達に向けて作ってるので、自分と同世代かちょい上ぐらいだと思うんですけど、このラジオ聞いてる皆さんに問いたいんですけど、キュアソレイユめっちゃ良くないですか？エレナさんの魅力はね、なんかちっちゃい子っていうよりは、こう、大友、ってか大人になってからわかる感じありません？ソレイユの魅力。今すごい気持ち悪いこと言ってる気がするけど。単純にね、スタプリメンバー全員好きなんですけど、例えばキュアミルキーいるじゃないですか。ララちゃんはもう見るからにこう可愛いし、ちょっとあざとい感じあるし、もちろんファンが多分一番多いのはコスモかミルキーだと思うんですけど、そういうさ、いやミルキー好きだよ、ミルキーめちゃくちゃ好きだけど、そういうこう、なんだろう、こう第一印象とかパッと見とか、そういうビジュアルだけじゃない魅力ってそれ言われるじゃないですか。まあもちろんね、エレナさんとかソレイユとか、そのビジュアルもめちゃくちゃいいけど、ただおでこオールバックにして黄色プリキュアで、ちょっと、まあ姿形は万人受けするかと言われれば、多分ミルキーの方に人気はいくと思うけど、でもさね、ソレイユいいですよね。こう溢れ出る母性みたいなのがいいですよね。めっちゃ気持ち悪いこと言ってる。まあね、分かってくれる方がいるといればいいなと思います。はい、あとですね、藤本さんはプリキュアの中で一番好きな追加戦士は誰ですかっていうことなんですけど、追加戦士か。追加戦士って何をもって追加戦士って言えばいいんですかね。ミルキーローズとかシャイニールミナスは追加戦士でいいのかな。違うか。あれはでもシリーズで新しく出てきたキャラクターだから追加戦士ではないのか。と考えるならば、フレッシュプリキュアのキュアパッションでしょ。あとは、こんな時にね、プリキュア大投票のサイトがすごい役立つんですよね。便利。ちょっと今調べます。はい、サイト開きました。便利ですね。フレッシュプリキュアのまずキュアパッションですね。初めての、闇落ちない、光落ちと呼ばれるプリキュアですけど、もともと敵だったけど、まあ、追加戦士として来たプリキュアですね。ハートキャッチ難しいね。ハートキャッチは追加戦士ではないのかな。キュアムーンライトは初登場、ではないな。キュアムーンライトはちょっと難しいけど、外しましょう。キュアパッションと、あとキュアビートか。スイートプリキュアのキュアビート。あとキュアミューズもそうなのかな。スイートプリキュアもちょっと難しいな。キュアビートとキュアミューズ2人にしましょうか。追加戦士じゃ。スイートプリキュア。あとスマイルプリキュアはなし。ドキドキプリキュアはキュアエースですね。ハピネスチャージプリキュアも追加戦士なしか。
あと、ゴープリンがキュアスカーレットですね。魔法使いプリキュアはキュアフェリーチェ。プリアラはキュアパルフェ。ハグッとプリキュアは、まあ、エミルとルールーの、キュアムールとキュアマシェリーの2人ですね。スタートインクルプリキュアはキュアコスモ。あ、そう考えるとそんなに多くないのか。この中で言うと、なんだかんだやっぱりキュアパッションかな、フレッシュプリキュアの。なんかね、こう、今回のね、今のコメントにもあったんですけど、剣崎誠さんのコメントにもあったんですけど、一番好きな追加選手誰ですかっていう質問、結構いろんな人がすると思うんですけど、なんだかんだでね、キュアパッションって答える人多いんじゃないかな。追加選手って基本的にはこう、それぞれ重いストーリーだったりとか、ちょっとね、他の最初からプリキュアになるような人たちよりちょっとね、持ってるストーリーというか、ちょっと重いお話があったりするんですけど、その中でもやっぱりキュアパッションの比が非刹なイースっていうキャラクター、もともとね、敵でイースっていう敵幹部だったんですけど、そこからのね、葛藤と改心はね、本当に泣けるので、キュアパッションかな、やっぱり。そこら辺考えると、でも、キュアスカーレットとかもそうなんだけど、キュアパッションかな。やっぱり、こう、キュアピーチとのね、殴り合いからの、雨降ってる中での殴り合いからの、一回死んじゃっての、生き返ってのキュアパッションになっての、しかも、ただ、プリキュアになって終わりじゃなくて、そっからね、今まで散々悪いことをしてきたところの自問自答があるんですよね。それはね、でも、スイートプリキュアのキュアビートだったりとか、あと、ゴープリのね、キュアスカーレットだったりとか、ありますけど、やっぱ、キュアパッションかな って感じですね。やっぱでも、キュアパッションって答える人多いんじゃないかな、と自分は思います。ということで、池崎誠さん、今コピーありがとうございました。藤本博の動画。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。今回中身があまりなかった気がする まあね、まあ皆さんの関心は、やっぱりね、プリキュア大投票いよいよ近づく、いや、いよいよいよ、めっちゃ噛んだ、いよいよ近づいてきたなっていうところだと思うんですけども、正直自分もそうですね、9月の14日土曜日、午後9時から始まって、まあ、間を挟みながら、深夜0時45分までやりますので、非常に長い時間にはなるんですけども、楽しみですね。ちなみにですね、第1部、第2部ってあるんですけど、その間に15分あるんですけど、そこで今やってる連続テレビ小説の夏空の再放送1話分挟むらしいですね。見たことない方は自分見てるんですけど、すげえ面白いんで、それもね、ちょっと飛ばさずにチャンネル変えずに見ていただければなと思います。プリキュアを作ってる東映アニメーションってあるんですけど、その東映アニメーションの会社をモチーフにしてる東洋動画っていう会社を中心に回ってるドラマなんですけど、非常に面白いですね。アニメの裏話みたいなのがあって、非常に面白いので、それを含めてちょっと見ていただければいいかなと思います。いよいよね、近づいてまいりました。非常に楽しみでございます 楽しみですね。次回のラジオ動画の頃には多分放送終わってるんで、もし見た方はね、このラジオ動画のコメント欄に感想なんかも書いていただければ、次回のラジオ動画はね、感想会とかにしようかな。まあ見てなかった方にとってはちょっとネタバレ会になっちゃうかもしれないけど、そういうコメントもね、もしあったら、ちょいちょい紹介していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。できればね、もらったコメントすべて、紹介していきたいなと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。まあ、こんな感じでね、いつもだらっとやってるラジオ動画、ラジオ番組なんですけども、皆様の思いの丈をコメントしていただければ読み上げていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。ということで、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。今回の動画の相手は藤本博史でした。ではでは。